巨人戦初戦、本当に、もう本当に本当におめでとうございました。ということになります。まあ本当に青柳は今日はもう初先発で、まあらしさが出てて、まあ抜けるボールもあったけど、もうそれなりにきちっと、やっぱりバッターのタイミングが合ってないっていうのが、まあ一番だったのかな。まあピンチもあったけども、そこをダブルプレーでゴロを打たせて、まあ、しのげたっていうところにも今日の勝因があったと思います。攻めによると、まあ、やっぱり巨人の、その、吉川が出てる時にバントしないで、攻撃的な攻めでダブルプレーを取れたっていうのも大きかったし、そういうところでゴロを打たせて、まあ、取れたのも大きかったし、丸のところも、何試合かな、ホームラン打ってるバッターに対して、まあ、セカンドゴロダブルプレー。これも大きかったし、まあ、そういうところでしっかりゴロを打たせられたっていうのが、今日8回までね、投げれた。青柳はナイス、本当にピッチングだったと思います。攻撃でも昨日言ったように、誰かが打たないといけないっていうところで、昨日も話した佐藤くんが逆転ツーランを、まあスライダーが真ん中に来たんだけど、それを見逃さずにホームランできたっていうのがもう本当に今日の勝因の一個だと思います。やっぱり誰が打たないと、誰が抑えないと、そのキーマンって昨日聞かれて、まあ僕は打つ方では佐藤君のホームランじゃないかなっていう話もしたんですけど、本当にそこで打ってくれて嬉しかったし、まあロハスもずっとまあ中日戦からヒットが出てて、途中から出てて、今日もまあ本当にいいバッティングできてて、セカンドゴロもアウトになったけど、すごいいい打球打てたし、本当に最後にそのとどめのボールをホームラン、初球に打てたっていうのがやっぱり、もう本当に今調子上がってきてるかなっていう。もうこれからロハスもまあずっとスタメンで出るだろうし、打つ方もホームラン打てるバッターが入ってきてくれて、まあ連勝してほしいし、もうそういう風になってほしい。まあそこでこれからの先発ピッチャーがどこまで頑張れて、投げ切れるかがこれからの借金を返す阪神かなと思ってます。本当に今日は本当にナイスゲームだと思います。ただまあ、これの一試合には10とは言えないけど、また明日が大事だと思うね。やっぱり連勝して、勢いに乗るの。明日曲がるとまた元に戻っちゃうので、やっぱり連勝するっていうことが大事なんで、もう明日はもっともっと気を引き締めて、まあ、やってほしいなぁと。まあ、矢田くんがしっかりゼロに抑えてくれて、これでまた、まあ、9回、岩崎っていうものも、固まってくるだろうし、まあいい方に行ってくれればっていう風に期待はしてます。いつも岩崎のいいのと、でもボールボールじゃなくてストライク先行のピッチングができれば全然問題ないかな。まあそのスライダーがボールになったりするときにはちょっとおっと思うけども、まあストライク投げるコツはあるので、まあ全然問題ないと完璧とは言わないけども、まあまあランナー出したけども、ゼロに抑えたことによってまた変わってくるんじゃないかな。あれは勝っても1点くらいね、取られてしまうといいと思うけど、まあゼロだったんで、まあいい方に行くんじゃないかなと、まあ期待してます。ヒットもまあ出てたけども、テンポよく、もう本当にそのダブルプレーがあったことによって、まあ勢いは出ると思うんだよね。あっと思ってるとこをダブルプレーで、まあしのいだっていうのが、まあベンチの勢いも出るし、まあ、打つ方にもそれをまあ、打ってないけども、ホームランので、呼んでしかないんだけど、でもまたそのホームランというのは本当に流れを変えるんで、またまた本当にこのまま連打も出るかもしれないし、今日のか、まあ、巨人に勝ったっていうのをまた、よそのチームじゃなくて、巨人に勝ったことが、まあ、僕は大きいと思ってるんだよね。今、首位だし、まあ、そこに勝ってたことが、また、よっしゃっていうチームの中で勢いが出るんじゃないかな、期待してます。まあ、調子は、まあ、悪いったら悪いけど、1割台だからね。まあ、でも、その悪いから変えるって言っても、やっぱり、チームの軸にいる選手は、悪いから変えても、あまり意味ない。やっぱり、調子上がるまで、しぶとく使ってやった方が、本人のためにもなるし、もう、調子悪くて変えたらもっとがっかりするし、その辺はもう、だからもう、変えるんであればもう、入れ替えするくらいの気持ちで変えてほしいよね。もう一回ファームに調子上がるまで、ファームでしっかりやってくるとか、まあ、悪いからベンチで残して、まあ代打でって言っても、なかなか調子って上がらないと思う。だったら本当に本人のためにファームで何打席か立って、ヒット出るようなものを求めて、良くなったら上げるとか、
その辺は難しいんだけども、本当にそれくらいの気持ちがないと、悪いからベンチで下見外した、代打で出た打てませんの繰り返しよりもは、気分転換にファームで行って、もうしっかり打席立って、しっかり自分のバッティングできるようになるのも一つの方法だと。ピッチャーもそういうことはあるんだけども、だからもう本当に今調子上がらないであれば、まあそれも一つの方法かなと思う。まあ一軍に行ったり出たり入ったり出たり入ったら、まあ練習はね、バッティングもやってると思うけども、なかなかその調子上がらないのはやっぱりそういう気分転換も必要かな。皆さんからのコメントに答えたいと思います。まあそれもあると思います。まあ腕が低いっていうのもあるし、その辺は問題あると思います。まあただ今のバッターっていうのは練習量が多いんで、辻波だけが150キロではなくてみんなが出るんで、まあそれなりのスピードにはみんなついてくれっていう。である程度藤波っていうのはそのコースに投げるんじゃなくてベースの上に投げてくるんで、まあそれを待ってれば打てるかなっていうふうに、スピードの速さだけだったら今のバッターはあまり失敗しないんで、だからもう、まあコースにきっちり投げて、インコース投げて、外投げてっていう、配球をできる150キロだったらなかなか打てないけども、まあその辺に投げて、目いっぱい投げてくるピッチャーは打たれるってことです。いくらスピード速くても。まあなんでかっていうと、まあバッターの練習量が昔と違ってすごい多いので、1球は空振りしても、同じ150キロ、2球は空振りしないっていう、くらい、バッターはバット振ってるんで、まあそういうことになるんです。まあ藤波の154キロ、6キロ出ても、まあ1球くらいは空振りするけど、もうコースに来たら空振りするけど、真ん中に来たら、今のバッターは空振りしません。まあ藤波の前は狙って投げてるけど、まあ真ん中付近が多いったら多いんで、なコースにいればね、高めとか行ったら空振りする三振も取るけども、まあそれなりに全部スピン効いてないんで、それはもう今の質問によってはもう簡単には空振り取れません。まあ簡単に言ったら変化球がストライク入らなかったらまっすぐしかないっていうことになっちゃう。だからバッターはそのボール待ってるから空振りしない。もうコンスタントに変化球もまっすぐもちゃんとストライクを取られたらバッターもどっち待っていいかわかんないから150キロ以上出たら空振りするとかもあるけども、1球目のスライダーがボールになりました。2ボールになりました。まっすぐしかない。それは160キロ出ても空振りしないです。バッターそれを待つから。ということです。簡単に言えば。シュート回転の時はやっぱり肘が畳めないので、バッターからしたら見やすいよね。伸びてるから。手が。やっぱりこう肘が曲がってたら、やっぱりここでパチッと叩ければ、そのタイミングって取りづらいから難しいけども、やっぱりこう、いい時は畳めてるけど、悪い時はやっぱり肘が早く伸びるんで、まあ、ストライクはボールかもはっきり分かりやすいんで、で、バッターしたら、ああ、ボールだなって見分けるのは早くできる。やっぱり左の肩に隠れて、手が後から出てきて、150キロ以上出たらなかなか打てないけども、まあ、最初から手の位置が分かってれば、まあ、それバッターとしたら、バッターっていうのは手だけ見てるんで、その出どこが分かれば、当てやすくなるとは、絶対あると思う。